やっぱり本当にこうテレワークが進むことによって、はい、やっぱり失業しちゃうっていう人も、そうです、ウェブとかそういうのでできる環境が整って初めてだから、うん、まさに今の時代を象徴した働き方に本当にテレワークが進むことで、うん、社内失業しちゃう人が今後多分出てくるんだよ。はい、こんにちは、二谷誠です。はい、こんにちは、長濱大です。じゃあ今日もですね、うん、20代のキャリアアップや、起業を目指す人に向けての、うん、キャリカレーチャンネルやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速今日のお題をお願いします。最近テレワークがより一般化されており、うん、私自身も4月から在宅で仕事をしています。なるほど。テレワークになることで、うん、無能な人はどんどんリストラされるというニュースも聞くのですが、どのような人が必要とされるのでしょうか。なるほど、なるほど。まあ、テレワークで、うん、まあ、在宅でやると、まあ、能力の差というかがはっきりしてくるってことですよね。うんうん、まあそうだね、はい、そうだね、まあ、ちゃんとやるってことで、うん、そうだよ、まあ、何それいやいや、でもほらね、はい、テレワークが進むって、うん、基本的にはさ、うん、すごくいいことなわけじゃん。満員電車とかさ、うん、あんまりそこまで縁はないけど、はい、あの満員さとか半端ないし、そうですよね。で逆になんかテレワークっていうのは、うん、今だからこそできるわけですよね、うん、昔はネットとかの回線も遅かったり、うん、なんだかんだがあったのが時代が変わって今の時代だからこそネットの回線も早くてそれぞれにパソコンがあって、うん、ウェブとかそういうのでできる環境が整って初めてだから、うん、まさに今の時代を象徴した働き方に変わってきてるから。そうだね、そうだね、はい、だからそういう意味ではね、うん、テレワークが進むっていうことは、まあ、皆さん思ってると思うけど、はいはい、まあ、いい側面っていうのは非常に多いよね。確かに。ただやっぱり本当にこうテレワークが進むことによって、はい、やっぱり失業しちゃうっていう人も、そうですよね。で、まあ、あとダラダラしちゃう人とかは会社だからこうなんかピリッとみんなもいるしみたいなのあるのが、うん、モチベーション管理というか自分でぶっちゃけなんかもう、うん、だって仕事のあれは決まってるけどずっと監視はされてないわけで、うん、なんならね家でゴロゴロしながらなんかやる気起こんねえなみたいにやっちゃう人も絶対いると思うんで、多分その辺が差がついてくるところなのかなと思うんですよね。そうだね、そうだね、うん、今までだったら、うん、こう会社に出社してて、はい、でこう、まあ、みんながなんとなく仕事してて、うん、でこうちょっと何か仕事新しい仕事頼みたい時に、はいはい、そこにいる手の空いてそうな誰かに仕事が振られるっていうことは今まであったけど、うん、今後テレワークになると、うん、誰が空いてるかとかっていうのは、うん、こう視覚的にはすぐわからないんで、はいはい、結局そのじゃあ仕事振る、ね、クライアントさんだったり、うん、仕事を振る上司の人が、うん、じゃあ誰に仕事を振るかって言ったら結局仕事ができる人とか、まあそうですよね、ちゃんとやってくれる人に仕事が行くわけで、うん、はいはい、こう仕事ちゃんとやってない人には、うんうん、家にいるだけで、うん、電話もメールも何の連絡も、うん、会社の中からも来なくなっちゃうんだよな。うん、今までだったら社内でなんとなく仕事依頼されてた、されてて仕事があった人が、はいはい、本当にテレワークが進むことで、うん、社内失業しちゃう人が今後多分出てくるんだよね。なんか昔窓際族ってあったんですか？そんな感じのイメージ、ね、まあそうだね、そうだね、ちゃんと仕事してればさそんなことはないわけで、変に心配する必要っていうのはこう全くないと思うんだよね、はい、だけどやっぱりこう今までなんとなくこうサボりながらもごまかして最低限でやってきた人、やってる風が効かなくなるってことですよね。そう、やってる風が効かなくなる、はいはいはい、だからそれで今まで飯食ってきた人にとっては、うん、まあ、ピンチだと思うんだけど、うん、でもそれはもうしょうがなくて、確かにチャンスですよね、まあ、逆になんかしっかりやるいい機会だと思ってる、うん、まあまあでもそうだねそうだね、はい、だからテレワークだからこそちょっとやっぱり仕事のこう納期だとか、はいはい、その仕事のその成果に対しては厳しくなると思うんで、うんうん、そうですね。あとはやっぱり結局あれじゃない、積極的に自分からこう声かけたりとか、うんうん、はいはい、うん、営業力が必要になってくるんじゃないかな、うん、そうなってくるとっていうかちょっと話変わるかもしれないですけど、うん、もう第3テレワークといえばもう秘策があるじゃないですか。何それ。テレワークに変わって結構ズームとかでこう会うこと減ったじゃないですか。減った減った。で、うん、第3が言ってたのが、うん、家でその私服のままやっちゃうとダラダラしちゃうから、うん、そうね、家なのにもかかわらずちゃんと髪の毛セットして服を着替えて、うんうん、自分は今やってるのかっていう服装で変えるとかっていう、うん、あ、そうそう、あれ秘策じゃないですか。そう、あのね、それは本当におすすめしたくて、はい、今回この新型コロナが流行って、ね、はいはい、流行して、うん、やっぱり外に出れなくなって
って、うん、やっぱり家でじゃあ俺も仕事しようってなった時に、はいはい、最初こうやっぱりこうオンとオフの切り替えが全然うまくいかずに、うん、やっぱちょっとダラダラしちゃったんだよね、うん、まあなりますよね、うんうん、でやっぱこれはいけないなと思って、うん、やっぱりある時から、はい、家で仕事する時も、うん、髭剃って、はいはい、髪セットして、うん、ワイシャツ着て、うん、なんだったらネクタイ締めて、はいはい、それで仕事するように、うん、したら、うん、家でもねかなり集中して、うんうん、仕事にこう取り組めるようになったから、はいはい、まああのほら今ねただでさえこう出社するときに私服でね、うん、あの仕事に会社に行ったりとかっていうのもまあ当たり前だから、はいはい、こう何もねワイシャツネクタイなんか つける必要はないんだろうけど、うん、まあでもやっぱりこう普段仕事してる服装に、うん、まあ なってひげ剃って髪セットするだけでも、うん、やっぱそのスイッチすごく入るから、確かにだいぶスイッチ入りますよね。そう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 、うんうん、それはおすすめだよね。確かに。であとはもう本当に周りの人にどんどん連絡取って、うん、今連絡つける方法なんてもういろいろあるわけだから、はいはいはい、うん、どん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 まあ自分が できることをこうアピールしたり、うん、あとまあ仕事をこうどんどん振ってもらったり、うん、自分でどんどん仕事をこう作っていく感覚がすごく必要なんじゃないかなっていう、はいはいはい、うん、そういう意味ではチャンスだよね。まあ、そうですよね、うんうん、しっかりやることをやればいいわけですし、うん、まあ、テレワークが進んだり、あとフリーランス化もどんどんこれから進んでいきそうですよね。まあ、進む、うん、だからそういう意味ではもう、まあ、いい時代なのかな、うん、通勤地獄っていうものもそもそもなくなるし、はいはい、そうなるともう東京じゃなくても仕事できるようになるから、もっとこう分散もされたりとかもそうな感じしますよね、うんうん、そうだねそうだね、地方でね、はいはい、あのまあ、変な話親御さんと一緒に生活しながら仕事することだってできるだろうし、いいことづくめでは、うん、大変になっちゃう人もいるかもしれないけど、はい、頑張ってる人とか前向きな人にとっては、まあ、プラスなのかなって、いや本当にでもその時代ですよね、うん、昔だってこれが10年前コロナだったらこんな風に絶対働けなかったわけです。まあそうだ、インターネットそうですよね、今そういうのが全部いろいろ揃ってきて、初めていろんなツールがあって、うん、今でこそまさにこれができてるって考えると、うん、まあ本当これからもっと便利になっていったりすれば、うん、働き方とか、うん、ね、生活のあれはどんどん変わっていくのかなっていうのをすごく今回のでも感じてますよね、うん、そうだね、じゃあそんな感じですかね。そうだね、はい、うん、じゃあ今日はそんな感じで、まあ、そうだね、でも本当にこの時代に沿ってっていうかね、うんうん、なんかこう良くないのはさ、はい、あの時コロナになんなければなとか、うん、元いた世界をこうなんか引きずっちゃうとか、うん、嘆いちゃうのが俺良くないと思うから、はいはい、今ピンチになっちゃってる人もいると思うんだけど、うん、まず一回ピンチな自分だったり、うん、今のこう、まあ、不幸っていうのかな、うんうん、をまず一回ちょっと受け入れた上で、うん、さあここからじゃあどうしようっていう気持ちでやっていくとね、はいはいはい、あのいいと思うんで、うん、もう本当に今ピンチの人もここから何ができるかっていう気持ちで取り組んでもらえるとあのいいんじゃないかなって思います。はい、はい、じゃあ以上です。はい、キャリカレチャンネル、よかった方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。はい、あとですね、あの LINE アットに登録していただけると、20代で、1000万円以上稼ぐガイドブック、っていうのをプレゼントしておりますので、どしどし LINE アットの方にも登録していただければと思います。で、会社でね、働く仲間も、僕たち募集しておりますので、うん、まあ、これからね、何かこうやっていきたいっていうので、まあ、働きながらですね、まあ、キャリアアップをしていくだったりだとか、うん、まあ、企業経営勉強したい、将来いつかね、自分で何かやるために、いろいろ学びたいっていう人はですね、ぜひぜひ LINE アットの方からメッセージいただければですね、会社の見学等も、しておりますので、どしどしそちらの方もご応募いただければと思います。